イミュージックイズムボリューム2始まります。始まりました。ミュージックイズムとはですね、はい、京橋、うん、大阪の京橋の情報番組京橋 TV とあと京橋にあるライブハウスイズムさんのコラボ番組でございま す,、うん、ございます。このミュージックイズム、うん、第2回目前回がかなり好評で、そう前回すごかったですよね。総視聴者数が1600を超えたっていうことで、で同時視聴数もすごかったんですよね。100何歩超えでしたっけ、はい、100超え、100超え100は超えてるんです。そうそう、これでもすごいことで、すごいことですよね。ランキングもかなり、うん、ユーストリーム番組界ではかなりの上位で、まあ、詳しくは Facebook なり見ていただくと凄さが分かると思うので、はい、そんなミュージックイズムのボリューム2です。今日のゲストはですね、はい、ライラさんとライラさん、リムラムさんとペンシルズさんの3組をお招きしております。はい、ではでは、はい、ミュージックイズムなんですが、ちょっとユーストリーム番組初めてという方もいらっしゃると思うので、はい、うん、こちらの方もね、少しだけ説明させていただくと、皆さんのコメントを応募しております、はい、そのコメントがソーシャルストリームっていう右側右側ですね、あると思うんですが、うん、そちらにコメントをしていただくと私たち MC のミサトとポチが拾いますので、ぜひぜひ、アーティストさんに質問だったり、そうですね、何かコメントなどあればぜひぜひ、はい、あ、入ってくれてますね。はい、こんばんは、皆さん、こんばんは、ヨネちゃんはこんばんはネオさん、やってきました京橋 TV、 見てくださってありがとうございます。では京橋 TV の説明を少しだけさせていただくと、うん、京橋 TV は毎週金曜夜20火曜日です、ね、金曜日毎週火曜日ですね。火曜日の夜9時からそう21時から1時間、うん、東の大阪東の玄関口京橋の情報番組をお届けしている番組でございます、はい、おすすめスポットやイベントなどを、ね、紹介している番組になります、はい、かなり内容の濃いものでゲストも毎回は出たり出なかったりなんですが、かなりね豪華な方もお呼びしてたりするので、うん、はい、ぜひぜひそちらも要チェックなのと、うん、で今回コラボさせていただいた京橋のライブハウスイズムさん、はい、なんと7周年記念ということで、そうなんですよ、じゃあじゃあ6月ですね、6月に7周年になったんですよね。すごいかっこいいタオルも、じゃあちょっとマイクが邪魔ですか、やばいよし、じゃあちょ見えたら隠れちゃうこっちですね。そんな感じで、はい、世の中かなり暑くて熱中症が流行ってますが、そのタオルがあれば京橋イズムさん一熱い男をお呼びしたいと思います、うん、そうですね、言いましょうでは京橋ライブハウスイズムさんの店長さんの柳原さん、柳原さんお願いします。どうもこんばんは、こんばんは。ちょっとあの後ろでお茶飲んだら喉に詰まりますバッタタイミングあのお聞き苦しいところもあるかと思いますが、はい、すいません、7周年おめでとうございます。そして、うん、前回もありがとうございました。前回もありがとうございます。楽しい放送になりました、ね、はい、もう本当にということで今回、うん、大協力助っ人の、ローランドという、そうなんですよ、方に AV ミキサーをご提供くださりまして、うん、この AV ミキサーがちょっとなんかすごいあれなんですけど、 VR3 職人的な話になるんですけど、うん、そう VR3 というね、カメラ4台を切り替えれるっていうミキサーを、そう今映していただいてると思うんですが、かなりいいミキサーで、うん、これを駆使して今日はいい配信をしていこうと思いますので、はい、皆さんありがとうございます、お願いします。はい、ということでねということで、はい、やってまいりましたけども、はい、泉さんどうですか前回を終えて。そうですね、前回終えて、まあ、1ヶ月も経ってないですよね。そうですね、あ、経ちましたっけ。経ってないです、経ってないぐらい、はい、まあ、1ヶ月、うん、約1ヶ月、ね、どうですか反響とか。いや、1ヶ月以上経ってますね。ん、1ヶ月以上経ってます。あ、経ってます。やっぱり5月なんで、はい、あれ5月でしたっけ、はい、じゃあ1ヶ月以上経ってみてどうですか。まあまあ、2回目2回目の方がやっぱ緊張しますね。あ、やっぱ前回があるから、ね、前回があるんで、うん、ね、いいもの作らなきゃいけないですよね。そうですね、本当にね、前回踏まえていろいろ今回できると思うので、うん、はい、このタオルはちなみにおいくらで。おいくら、こちら吸水性抜群の、うん、吸水性抜群、結構かなりしっかりしたタオルですよね、うん、そうなんですよ、うん、これから、ね、大人の汗やったら6人ぐらいはする。マジか、6人か、それ結構吸えるな。知りませんけど。なんて書いてるんですか、7周年興行記念かな、あれ、
ね、周年記念工業ですね。自分で作ったんですけどね。デザインはこれ柳原さん。そうです、はい。和風に行きたいなと思いました。なるほどね。うちの、上司からは、品種公開。ちょっとブーイングがね。そうですね、はい。こちら、出雲さんで販売していますので、ぜひぜひ。1500円にて。1500円にて、はい、7周年。イベントは近々どうですか。そうですね、すすのあの70年も終わりまして、うん、たくさんの方に、ご協力いただきまして、はい、無事終えましたと、うん、そして、7周年目に突入して、7月のですね、来週かな、15日に、うん、ずっと京橋で頑張ってたコンソメっていうバンドの、はい、悲しいですけど解散ライブが、はい、ファイナルお昼間と、はい、夜と2部制で、じゃあお昼にそうですね行けたり、はい、夜に行けたり、お昼に用事があれば夜にっていうことで、ぜひぜひお越しください。ぜひぜひ、まあ、詳しくは出雲さんのホームページをチェックしていただければと思います、はい、じゃあ出雲さんの紹介がてらに、もし周りをなんか赤と黒を基調にしたすごいかっこいい、このタオル、タオル、ほんまそうなんですけどね。そうですよね。本当ですね。このテーマカラーというか、うん、でも上司からは品種公開。そうそうね。そこ強調してますね。すごい苦笑いですね、上司さんは。出雲さんあれなんですよね。赤と黒を基調にしてすごいシックな感じの素敵なライブハウスで、このタオルは品種公開。7周年を終えて、どうですか、うん、これからどんなライブハウスにしていきたいとか。いやもう一層地域の方に愛されるような、そこから京橋から全国へと、うん、もっと、ね、そうですね、やっていきたいなと思いますんで、お近くの方はぜひ遊びに来てください。はい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、あれですね、京阪 JR 京橋からすごい近いんで、そうですね、ダッシュで、駅からすぐダッシュで、ダッシュで30秒ぐらいちゃいますね。30秒、ダッシュ、かなりのダッシュですね、はい、それは。はい、近いんでぜひぜひお越しください。ソーシャルもね、かなりの方が来ていただいて、あ、そう、そこは3階なのですね。そうですね、そうビル、何のビルって言ったら分かりやすいですかね。ね、京橋駅前ビルっていうビルなんですけども、うん、はい、マクドナルドがあるんですね。マクドナルドさん、ジャンカラさんをずっと行く、通ってもらって、左手にジャンカラさんの隣です。あ、はい、窓なりでのビルの3階でございます。はい、ライブハウス3階って珍しいですよね。珍しいですね。そうですね、地下が多いイメージが、うん、地下とか多いですけど、最初来た時びっくりしました。よく言われます。エスカレーター登ってピンポンみたいな感じがね。大人6人分の汗を吸い取るタオルを毎日使ったら気持ち悪いです。すごい冷静なツッコミが。もちろんそうですね。もちろんそう。緊急時にどうぞ。緊急時にね。お、延べ視聴者数が間もなく100を超えそう。早くないですか。早い。ありがとうございます。そう、この後ですね、ライラさんのライブが9時半からですね、あります。はい、それから22時からリムラムさんですね、はい、でペンシルズさんが22時30分からありますので、ぜひ皆さん、はい、見てください。そうですね、ライブの前には各アーティストさんのトークもご用意していますので、うん、最後までお見逃しなく、はい、要チェックでお願いします。コメントもいっぱいお待ちしております。ひずむさんにね、うん、ライブハウスの店長さんがユーストリームに出るってこともなかなか珍しいとは思うので、何か気になるあれこれがあれば質問ください。はい、今日はチューズデー、そうです、フライデーではないです。フライデーではないですね。火曜です。いっぱいいっぱいありますね。うん、柳原さんは京橋とはどういったご縁なんですか。うん、おえ、どこに住んではるんですか。実家はですね、うん、片野市です。片野市、大阪の、はい、片野市、あれか交番の声、そうそう、大阪の人に言ってもなかなか分かってもらえない。あれ片野って言うもんね。片野市で、うーん、そうですね、まあ京阪沿線とかでもないですよね。そうですね、全然違う。いや、京阪沿線ですよ。沿線ですか。京阪沿線なんですけど、うん、僕の住んでたところは JR 沿線でした。 JR 沿線まあでも JR も京阪も京橋と、はい、もうすぐなんで、うん、かなりやり、視聴者かなり困ってると思う。わかんねみたいな。ね、もう出雲さんで働いてどれくらいになれると思う。うん、柳原さんに迫ろうコーナーで、迫りましょう。4年目ですかね。4年目、はい、4年目、すごい。どうですか、最初来た時の印象とかありますか、この出雲さんに。出雲はですね、そうですね、まあすごい距離も近くて、お客さんともアーティストの距離が近いので、そうですよね、すごいアットホームな空気を作れるなとは思ったんですけど、アーティストさん側とライブハウスさん側もすごいアットホームな雰囲気が
印象があります。そう、アットホームといえばあれですよね、楽屋の方がすごいアットホームで、畳なんです。そうです、畳もあったり、うん、最近自販機が導入されて、昔は布団もあったらしく、あ、布団も、そうそう、今はなぜか畳の上にソファーもある感じですよね。そう、ソファーはずっとあったんですけど。そうなんですか、うん、あれですね、小村さんがライブバーは札幌では6階が多いですね。へえ、なるほど、なんで6階なんやろ。片野市、京阪か学研都市線、あ、学研都市の方です、ね、線路で盛り上がった、盛り上がった何線みたいな。でもあれですよね、ここあれ本当何線も通って、地下鉄も通ってるし、長堀鶴見緑地線と、うん、あと JR、うん、JR はめちゃくちゃ通ってますよね。学研都市線、うん、環状線、うん、片町線、うん、ですよね。すごい交通の便がいい、めちゃめちゃいい。京橋、京阪、うん、始発の京阪、うん、大阪、ね、新斎橋の方も行けるし、梅田も行けるし、うん、京都も行けるし、うん、そうですよね、もういろいろ府外まで飛び出せれるっていう、うん、そんな京橋ですが、居酒屋だけじゃないんですよね。そう、京橋いろいろある。こんないいライブハウスもあったりとか、うん、結構京橋ってね、いろいろイメージが結構、ね、えみたいな反応が多くないですか。そうですね、ね、私京橋住んでるって言ったら、いやいや、うん、すごい、え、飲み屋街に住んでるのみたいなことをよく言われるんですけど、でもそこだけじゃないんですよね、京橋はね。音楽でも盛り上がってます、京橋。京橋ライブハウス本当多いですよね、うん、ライブができる場所が、うん、場所が多いですよね。ライブバーとかも多いですし、うん、はい、そんな、うん、ライブハウス環境を代表するイズムさんで、うん、イズムさんあれですね、7周年ですけど、なんかイベントとかもうやってたり、だいぶ盛り上がったんじゃないですか、うん、結構してましたよね、7周年でアニバーサリーイベントは、はい、うん、やらせていただきまして、ね、もう寝る間もなく、結構連日連夜でしたよね。そうですよね、7周年毎日やってるみたいな、ね、ほんのちょっとだけ疲れました大丈夫ですか、記憶ありますか。でも全然記憶はあるんですけど、1日1日の濃厚な日を過ごしていただき、過ごさせてもらって、でも、はい、それだけ連日ライブが埋まるほどみんなから愛されてる、うん、ライブハウスイズムさん、ぜひぜひ足をお運びください。近々のイベントもう1回だけ告知を、よかったら。はい、ですね、カンペ売ってたんですけどなくなりましたね。カンペじゃない、私は正直に誰のカンペや。いえいえ、私ですね、ぜひぜひ。さっき7月15日の、はい、コンソメというバンドのラストライブの話もさせていただいたんですけど、もう一つ、7月に28日ね、月末ですね、リエさんという超絶ギターテクニックの、へえ、面白そう、はい、のリエさん、女性の方、女性の方なんですけど、へえ、でギターテクニックがものすごい、もうえげつないぐらい、えげつない、もう見てみたいですね。店長さんがもらうえげつないはかなりえげつないの、うん、CD のリリース、ライブ、うん、今映ってますね、今映ってましたね、はい、この方のかっこいい、リリースイベントがありますので、初でぜひよろしければ、うん、はい、テクニックをね、見に来ていただけると思います。はい、そちらが、7月28日ですね。はい、そうですね、はい、それから、はい、で、先にミュージックズムの宣伝もしたっていいですか。しちゃいましょうか、せっかくなんでね、しちゃいましょうか、もうね、もうせっかく柳原さんの口から、はい、また来月も3回目の、うん、ミュージックズム決まりました、ね、イエーイ、すごい、続々続くよ。いやね、こんなに続くとは、ね、思わなかったですね短髪に定期的に、そう、まさかボリュームなんてことが来るとは思わなかったんですが、ね、ありがたい話で、はい、ボリューム3の方ですけども、お盆真っ只中ですね、はい、いやもうね、お盆はみんな家で休んでると思うから、はい、ちょっとテンションだけでも映像を見てあげてもらおうかなと、ね、うん、どこでも見れるのがユーストリームのいいところだと思うんで、そうです、携帯でも、そう、携帯でも見れるんです、スマートフォン、ユーストリームのアプリをダウンロードしていただくと見れますので、ぜひぜひ今からでも遅くないです。はい、それから8月13日に、はい、はい、火曜日ですね、同じ時間帯にやりますので、はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、まだアーティストはおいおい発表させていただくので、はい、イズムさんのホームページだったり、京橋 TV のホームページだったり、Facebook だったり、はい、情報随時チェックお願いします。お願いします、はい、ではでは、うん、まあ、行きましょうかね、行きましょう、イズム、うん、じゃあ店長の柳原さんでした、ありがとうございました。さあ、ということで、はい、お待ちかねの時間が、そうですね、うん、来ました。ではでは、はい、まず一組目のアーティストお呼びいたしましょうかね。はい、行きましょう。ライラさんです。ライラさん、どうぞ。どうぞ、ありがとうございます。こんばんは。華やか、華やか、やばい、やばい、私が下がっとこう、はい、そうやって詰めて、どうしましょう、後ろ
ましょう。はい。はい。ということでライラさんに来ていただきましたが、こちらがモニターになって語ってませんが大丈夫ですか？ライラさん自己紹介の方お願いします。はい、こんばんは。初めましての人もいると思いますけれども、ライラと言います。よろしくお願いします。はい。じゃあ紹介を、はい、メンバー紹介を、はい、うちの敏腕ギタリストですね。曲も作ってます。和則です。イエーイ。イエーイ。はい。ランさん。ランさんもやって。あ、ありがとうございます。褒め慣れてな、慣れ慣れてないみたいな感じで、カミカミですけど。はい。で、すごく心のこもったベースを弾くことができるうちのひろきです。ベーシストです。イエーイ。よ、お止め。ありがとうございます。はい。で、パンチのあるものすごいタイトなドラムを叩くパンチのあるはい、ケゴイさんです。イエーイ。やばい。はい。私はいつもケゴイ氏と呼んでるんですけど、ケゴイ氏。その氏は師匠の氏です。師匠の氏。私の師匠です。師匠。はい。で最後にボーカルアイです。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。ライラさん。うん、愛さん、ボーカルさんで結構ラジオとかも出られてるそうで、さまざまな分野で活動されてるそうなんですけど、はい、そうですね、どうですか、なんか音楽活動と両立とかは大変じゃないですか？いろいろ大変ですね、はい、でもまあこれあってこその日常なので、はい、これなしではね何も始まらないので、はい、ありがとうございます。ライラさんのすごいところがですね、ちょっとプロフィールを、はい、ポチさん、プロフィール、そうですね、パッパッと、ライラさんはですね、まあ、各コンテストにて、数々の賞を受賞されていたり、 それからなんとあの米米クラブのカール・スモーキーさん、まあ、をはじめいろんな、ね、著名人さんからあれですね、絶賛されているということで、絶賛すごいバンドなんですね華やかだけじゃないんですね、そう、すごい、ありがとうございます。ヤフーミュージックオーディションの Who's Next っていうオーディションで、はい、カール・スモーキーさんから、カルスモキ石井さんから評価していただいたっていうことなんですが、はい、どう、その時のことを詳しく、その時のことを何かまあオーディションだったんですけれども、音源を提出して上に上がることができたんですが、まあいろんな有名な音楽の方々が、まあ、どのバンドをプッシュしたいですかっていうことで、カルスモキ石井さんがライラを選んでくださいまして、でコメントをね、パワフルでソウルフルな愛ちゃんの歌声とみたいな、すごい心しみるカズくんの作曲とみたいな感じで、ぜひみんな聴いてねっていう感じでサポートをしていただきました。すごいですね、はい、どうですか、なんか、もう大物大先輩じゃないですか、音楽界では。そうですね、その方からコメントいただいてどうでしたか、はい、皆さん。もうなんか、信じられないっていう感じが最初にあって、まあ、すごい、王道なんですけど、私ロマン飛行がすごい好きで、何回も聴いていて、ドラマの主題歌とかになってて、それもドラマも何回も見たぐらい大好きだったので、なんかもうハクハクしました。ハクハク、え、あの人なんみたいな感じで。そう、でも自分の尊敬してるアーティストさんからコメントいただけるって本当すごいですよね。びっくりしましたね。どうでしたか、他の皆さん、緊張されてますか？いや、大丈夫です。そうですね、その時はやっぱり、曲作ってる人間として、そういう風に評価してもらえたのは、自分の、まあ、続けていこうと思う自信にもつながりましたし、まあ、この調子でもっといいものを作って、より多くの人に聴いてもらったりしてもらえるように頑張ろうというのにはなりましたね。なんか曲作りで大事にしてることとかありますか？大事にしてること。曲がおおよそできるまで楽器を弾かないようにしてますね。そうなんですか。なんか楽器弾いちゃうとついつい手癖というか、なんか自分が今まで演奏してきたものをちょっと出てきちゃうんで、もうそんなんしないように、頭の中だけでこう箱庭作るような感じでイメージだけで作ってから、でこれに決めたってなってから最後に形にする感じが多いですね。じゃあもう一曲一曲が違う印象の曲に、まあそうなればいいかなとは思ってやってますね。なるほど、すごいですね。アルバムのね、ショート、はい、紹介する、はい、見せてもらったんですけど、動画でなんかあれですね、なんて言うんだろう、愛さんの実力と表現力があってこそ、なんか作曲されてる、挑戦してるような感じがします。 ありがとうございます。嬉しい、初めてのコメントです。嬉しいです。すごいなんか本当挑戦的な感じなの、感じの作曲に愛さんが上手にかぶせてってるなっていう感じがして、すごい本当いろいろ、アルバム8曲入りなんですけど、
全部違うなっていう感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ソーシャルもいっぱい来てますよ。ライブ楽しみ。ライラーって、わー、リチャードさん、ありがとうございます。リチャードさんこんばんは。あキラキラしてるって、もうアイさんもここに、アロックミラーボールっていう、アロックミラーボールちょっと面白いですねそれこれからね肩書きをアロックミラーボールです大丈夫でしょうか。カールスモンキー石井さんは、モンキー石井さんは芸術家ですから、そんな素晴らしい芸術家さん、芸術家さんからも評価されるライラさんの、ライブはですね、この後、もうすぐですね、もうすぐあと10時、もうすぐでもないですね、ん？ちゃいます、間違えた9時半です、ね、すみません、9時半、はい、なのでもう少しトークをお楽しみいただければと思います。普段皆さんは仲とかはいいんです、プライベートであったりとかは。そうですね、僕はアイとはよく会いますね。あ、そうなんですか。この間ラジオでも話したんですけど、うん、前バドミントンとかも公園でしたり。あー、しました、しました。仲いいですね運動は皆さん得意なんですか。運動、私はダンスをやっているのでやるなんですけど、他のどうですか。もうやっぱ体操といえば、体といえば、あ、そう、ドラムがすごい、やっぱりドラムの、まあ、ドラムはできても、まあ、運動はもう一つっていうのが実際のところですね。運動はつながらないんですね、まあよく体を動かすのでドラムで、まあ、それに、の準備するような感じで、例えば走ったりとか泳いだりとか、そんなことはケアとしてはやってます。ウォーミングアップ、はい、運動神経としては今一っていうのが。そうですね、ドラムってすごいあれですもんね、運動量がいりますよね。確かにやっぱりウォーミングアップも大事ということでどうですか、運動は得意ですか。全くです全くですもう皆さん十人十色で、うん、いろんなタイプが、うん、一緒になんかご飯食べに行ったり飲みに行ったりとか4人で。ああ、まあ大体しますね、ライブやったりの時とかは。あ、もう終わった後とか、スタジオ帰りとかありますね、はい、よく朝までここにいさせてもらってリズムさんとは仲良くそう、リズムでライブすること結構多いんですか。そうですね、よくさせてもらってます、ね、でその度に大体朝まで僕らライラだけいたりとかもうかなり常連さんということで、はい、近々告知などあれば、うん、ぜひ。そうですね、ちょっと遠くなっちゃうんですけれども、9月の20日ですね、ゴールディというライブハウスで、あのこの4人で出るんですけれども、アコースティックバージョンでちょっと出ますので。すごい、アコースティックって珍しい、うん、そうですね、4人形態はなかなかないので、はい、ぜひですね、かなりロックなアコースティックを聞きに来てください大阪の堀江ですね、うん、9月20日ぜひ、はい、お待ちしております。何か最後にファンに一言メッセージがあれば。ファンに一言、今から歌うわけですよねそうです、もうすごい、あのちょっとお客様がいないっていう環境の中で歌うのもものすごく珍しくて、みんな4人とも今緊張すんなって言いながらここへ来たんですけれどもこのカメラを通して私たちのエネルギー、パワー、もう全部バツバツに届けますので受け止めてくださいわーってならないように楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなアイラさん、9月20日の大阪フリーであるライブもぜひぜひ要チェックでお願いします。ホームページで詳しくは。そうですね、またちょっと先なのでもうちょっとしたら乗るかなと思いますので、あとアイさんのラジオもぜひぜひ、毎週月曜のお昼の12時から12時45分喋、はい、ってますので、あの和則と一緒に喋ってますので、お二人で、はい、そちらもどうやって見たら、見るとか聞いたら、ラジオならば820に合わせていただいて、うん、スマホとか、パソコンとかでも聞けるように今なってるみたいなので、うん、ラジコじゃないね、サイマル放送で、はい、うん、なのでそちらもどこに住んでいても聞けるのでよろしくお願いしますネットの世界すごいですねでもうこの番組といい、はい、はい、ではライラさんライブの準備をお願いします。はい、ありがとうございます。歩くミラーボール、キラキラミラーボール、すごい美しいです ね元気なアイさん、それを支えるね、そう、でもアイさんすごいイメージが違った曲と、あー、そうです、うん、なんか落ち着いた雰囲気が、うん、曲あるので、ね、そうすごいなんかなんか、ね、大人な感じの女性かなと思ったら、うん、全然明るくて元気なライラさん、うん、関西って感じがしましたね。はい、楽しみですね。 あれですか、いつもの男が、あ、何ですか、呼ばれたいんですか。ちょっとじゃあソーシャルだけ読み込もうかな。そうですね、
820か802か、いや820です、ね、今視聴者数はどれくらいなんでしょうかね。見れたりするんですかね。45、すごい。45、あ、もう入ってきてます。こっそり入ってきてます。読んでないのに。あ、ごめんなさい。あ、いいです、いいです、いいです。もういいですか。もういいです。いや、もうソーシャル紹介してください。うん、小村さん、出雲さんに行こうかな。ぜひぜひ小村さん来てください。もう本当にアットホームな、もう誰でもウェルカムって感じで。ロマン飛行って1990発売やのに、その当時のドラマリアルタイムで見てたら、年やなって。結構あれですね、何年前、1990年。もう、あ、世代じゃないですか。そうですね、僕らよりもうちょっと。はい、ライラさんも言っちゃいましたが、小村さんがテレビと思って歌ってくださいということで、はい、では京橋の男もう一人お呼びしましょうか。もう出たい出たいと、もうずっとギラつかされてたんでね。もういいです、どうぞおしゃべりください。はい、京橋まちづくりワン京橋の池田と申します。よろしくお願いします。お願いします。皆様はじめまして、池田と申します。京橋ラブの男なんですけども、右側にライラさんのライブ準備映像が流れてるので、ね、そちらも良かった、ね、ちょっと貴重ですよね、こういうの。そうですね。ぜひお楽しみください。はい、私が今日ご紹介するのはこちらです、はい、こちらです。じゃん、じゃん、だんだかだん。明日ですね。はい、これぐらいかな。カメラめっちゃいいですね。はい、そこ大京橋ライブ、明日2013年7月10日。はい、もう明日なんですね。こっちですね。はい、17時から18時30分、これあの京橋中央商店街っていう、京橋ドームって中にあるんですけども、そちらで、毎週水曜日、これからあのストリートライブをしていこうということで、うん、はい、これが明日の7月10日からスタートします。ついについに、はい、もうどんどんね、音楽の街になってて、ね、京橋が。そうなんですよ。なんでね、この水曜日にしたかと言いますと、今この、ライブハウスイズムさんから近所の京橋大英あるんですけども、そちらの方であのストリートライブ水曜日やってるんですね、毎週4時から8時まで、で2ステージやってるんですけど、バンド2組ぐらいかな、2、3組かで、はい、2ステージやってるんですけども、まあ、それと日合わせて、まあ、水曜日は音楽の京橋音楽の街っていう意味で、はい、やっていこうかなと思ってます。でちなみに、はい、今週なんですけども、お、大丈夫ですか。はい、見えますかね。見えにくい。あ、いけますね。はい、今回はシンガーソングライターユナさん、ウィズシオさんがあのご出演くださいます。はい、イエーイ。はいです。はい、一応あんまりご紹介できないんですけども、一応2部もありますので、8時から1ステージ、はい、はい、セブンデイズさんでもあります。こちらもノーチャージのライブになってますので、はい、こちらの中央商店街のライブの方はあの周辺店舗さんに協力していただきまして、あの向かいに寿司屋さん、祇園さん店あるんですけども、そちらの方からあの生ビール持ち出しもできるという。で周辺にかき氷屋さんもあるんで、かき氷食べながら生ビールを持ち出しながらいいですね、ユースしながら音楽を当てに、はい、縁日ライブ的な、こんな縁日ライブ、はい、そうなんですよ、したいと思います。はい、イケちゃん若く見える。そうそう、メガネ、小村さんがメガネどうしたの、え、メガネにツッコミがある。あ、そうですか、いいですか、たまにはね。今日はちょっとバージョンが違いますからね。ミュージックイズムということで、あんまり私は出てはダメだというあれされて、のしをされたんですね。そうですね、はい、まあ、ちなみにこれはあれですよ、あと30秒くらいしかないですよ。はい、これがね、大京橋、これのな、これのイベント内のライブになってますのでね、はい、はい、中央商店街、こちらです。詳細こちらに載ってますので、はい、検索ください。検索お願いします、はい、ということで、はい、京橋ワンの池田さんにちょっと飛び入り宣伝をしていただきました、はい、ということで、もうライラさんのねライブが数秒で始まりますので、はいはい、まます。ではお楽しみください。お楽しみください。いけるかな。
Thank you.
とうございます。温かい拍手といっても次が最後の曲なんですよね。はい、ゆったりとさ、ゆったり最初ゆったりやけど、またロックなんでちょっと楽しんで最後行きましょう。 This is the last song, My Serenade。あなたとはこの道だからこそ巡り合えた。きっI'm not afraid to die.
ラさんのライブを見ていただきました。ということで、はい、続いてのゲストをお呼びしたいと思います、うん、リムラムさんです。どうぞ。どうぞ。この後ろから来るシステム。はい、こんばんは。じゃあどうぞどうぞどうぞ。ということでリムラム6人いるんですけど、はい、今日はお二人、はい、はい、ではご紹介を自己紹介をお願いします。はい、ボーカルのひろきです。ひろきさんです。ひろきさん。ボーカルのともです。ともさん。ともさん。あと4人メンバー紹介できれば、はい、できれば、ひろきさんの口から、はい、あとキーボードのじゅんと、ドラムの吉野とベースのたかし、うん、で、ギターの井の達のみんなで6人でやってます。やってます。どうも。できればね、6人皆さんでお越しいただきたかったんですが、ちょっと人数的に、ね、ここは無理やね。ここ無理ですね。ということで、2人代表してお越しいただきました。かなり大人数のバンドさんだと思うんですけど、うん、皆さん年齢とかは近いんですか？年齢は近いですね。もう結構近い感じ。仲も仲はいいっすね。逆に喧嘩することとかはないんですか？喧嘩することないですね。ない。いや、ありますね。まあ、でも6人ね、音楽作ってまとめようと思ったらすごい大変ですよね。はい、そうですね。リーダー的存在は？リーダーはね、キーボードのジュン。ジュンさんがまとめてくださるんですね。はい、後で髪の赤いのが見えると思う。ベニージュンが。ベニージュンがリーダーとして。ベニージュン、はい、まとめてくれてます。なんかメンバーさんそれぞれで見たメンバーさんってどうなんですか？うん、この子、こいつはこめちゃーとか。あー、どうっすかね。年近いということで。そうですね。まあ、トモはもうすごい前から付き合い長いんですけど。うん、どれぐらいになるんですか？もう10年ぐらいですけど、うん、まあ、あれですね。肉食ですね。じゃあ、ロール、キャベツ。あ、何が？体験肉は入ってるけど、中身が肉食。中身は肉食。流行りのロールキャベツ。流行ってます？流行りで。はい。そんな感じ。まあまあでもみんなそれぞれ、うん、まあ6人いるんで色それぞれ個性すごい持ってるんで、まあそれが音楽にもまあ現れてるかなっていう感じですかね。はい。すごいですね。それぞれひろきさんともさんのお互いはどうなんですか？お互い。ボーカル。お互い。二人ともボーカルじゃないですか。そう、二人ともボーカル、うん、ツインボーカル。そうですね。ホモじゃないです。ホモじゃないです。まあ、そこはですね。逆にフリですから、そこはホモっていうフリ。フリで。フリじゃない。ここで言おう言おうでしょう。そ公開処刑もいいところですよ。ソーシャルの、はい、どしどしなれば、ね、はい、ね、いや、すごいな。どうですか、ユーストリーム番組とかで出るのは。いや、初っす。初。この雰囲気どうですか、生で見てる方が。いやー、不思議ですよね。なんか、さっきもまあ、うん、ね、実際楽屋で見てたんですけど、はい、いやー、不思議な感覚、すごいですよね。時代は進化しましたね。そうですよね。しかもどこででも見れるっていう。そうですね。これ、あれですよ、記録に残りますか？記録残ってます。リアルタイムで見れなかった方も見れるので、うん、さっきのね、あ、そうなんですね。本文疑惑、本文疑惑も。もう言うてますよ。もう言うてますよ。どうかちょっとね、チェックしていただければと思います。はい、はい。リムラムさん、以前野外フェスにも出演されたことがある。野外フェスにも出ましたね。まあ、数年前にも一回野外フェス出たんですけど、一番近いところだと、去年の大晦日に、うん、はい、香川県のレオマワールドってまあテーマパークあるんですけど、うん、これね、四国の四国民からするとレオマってかなりかなりすごい大きい遊園地なんです。遊園地なんですね。遊園地ってテーマパークで、しかも歴史もね、長いですよね。長いです。そんなところでフェスも、そうなんです。そこでまあいわゆるカウントダウンイベントがあって、それのライブステージでやらせてもらいましたね。まあ夜中の野外っていうのはまあ初経験で、めっちゃ寒いんですよ、正直言って。やっぱりやばかった。もうね、出番直前までまあ、背中にカイロ貼って、はい、で手袋して、でカイロ持って。そうです、喉とかにも影響出ます。まあね、喉もそうなんですけどね、やっぱね、楽器陣がね、あ、指がもうね、指がね、そんなに寒かったんですよ。ベースとかはもう特に大変やと思いますね。だって控え室も外ですもんね、野外になって。控え室外です。まあなんかそのね、特設のプレハブみたいなあって。あ、でもそこも寒いですよね。そうそう、その中で走り回ってテンション上げて温めて、はい。じゃあもうそれも含めやっぱり普
通の箱でするライブとは雰囲気が。いやもう全然違いますね。やっぱ見てるお客さんのテンションとかも違いますか、野外の雰囲気。そうですね、まあ結局そのカウントダウンなんで、うんうん、まあお祝いムードっていうか、なんか本当にお祭りっていう感覚があって、でもちろんまあ僕ら普段大阪でやってるんで、そのまあ、県外っていうか香川県っていう土地で全然知らん人たちがもうすっごいいっぱいで見てくれてて、まあテンション上がりました。もうそれが音楽の演奏にもかなりいい影響。そうですね、もうなんかあんま覚えてないぐらいもうぶっ飛んじゃう感じで。逆に、はい、いやでも楽しかったです、はい、すごい。そんなフェスにも出られるリムラムさん、これからの目標とか。目標ありますか。どうですかね、目標。バンドになっていきたいとか。まあもうバンドを超えたバンドになりたいですね。バンドを超えたバンドとは今後ゴーゴー期待。ゴーゴー期待。そうですね。どんなバンドに久しぶりに喋ったなるのかをお楽しみということでね。そうですね。もうその成長を見届けていただけるライブ近々あれば、はい、ライブね、告知をお願いします。いっぱいあります。一番近いところでは、はい、19日、はい、19日です、ね、はい、大阪であります。でもうね、まあみんなホームページもすぐ見てもらえると思うんで、そうですね、あの、はい、ライブスケジュールも見つつで、20日にも大阪であります。で今度21日連チャンなんですけど、21日は名古屋でライブがあって、うん、22日そのまま東京行っちゃいます。東京、はい、なので大阪、名古屋、東京ってもう当面はずっとやってるんで、ぜひね、お近くの人はまあ、一緒についていくバリで、もう、ね、はい、なんか後ろから車来てんのみたいな、ね、はい、勢いでやってもらってで、その翌月に8月の16日が、はい、大阪のこれがルイドっていうライブハウスなんですけど、はい、そこの5周年の、まあ、企画というかルイドとリムラムの、まあ、共同主催みたいな感じで、イベントがあります。あります。でさらに、さらにですよ、からの9月、さらにその翌月9月6日は、うん、今度僕たちリムラムの、イベント、イベントを主催、はい、リムラムが主催のイベント、リムラム企画のイベントが9月6日に、これも大阪の、バロンというところでありますので、あります。ぜひぜひ。今日初めて言いました。そうですね。あ、告知解禁初ですか。もう言っちゃえっていうこと。言っちゃえ、言っちゃえ、言っちゃえ。ありがとうございます。6日はワンマンなんですか。いや、これはね、あの台湾形式で、はい、イベントでもうね、やります。アーティストはまたおいおい発表。そうですね、全然言ってもいいんですけど、まあ、ここから、まあ、この後引っ張りました。ツイッターとか、ツイッターで、そう、ぜひ、ね、気になる方はね、ちょっと引っ張るの大好きなので、はい、そのまま見ていただければはい、ね、はい、あげます。7月20日のライブはフリーということでイオンモール。そうですね、第日のイオンモールで、はい、気軽にね、こちらはライブハウスがちょっと初めてでっていう方もね、気軽に、うん、イオンモール、お子さん連れで、はい、ねえ、家族皆さんでお越しいただければ、アコースティックバージョンでやります。アコースティックバージョンで、はい、これもなかなかレアなんでは、ま、6人ですか。6人で6人でアコースティックバージョン。今から見る感じとはもうガラッと全然違う。もう違いますね。今までにもアコースティックバージョンとかされたこと、うん、ダイエーでやりましたよ、その京橋の。すぐそこダイエーでやったり、まあ、時に、ストリートでアコースティックでやったり。じゃあ結構アコースティックバージョンもやられてたりも。そうですね、だからもう全然お手の物っす。あ、お手の物、はい、交互期待、交互期待ということで、はい、はいはい、リムラムの代表お二人、トモさんとヒロキさんにお越しいただきました。メッセージなどあればちょっとね、チェックしていきましょうかね。チェックしていきましょうね。ありますか、ちょっとね、チェックチェック、読み込みが。はい、野外フェスは気温との戦いですね。見る方もって。そうですね、見る方も大事ですね。いいね、レオマワールド。昔ばあちゃんが レマワールドって言ってた CM やな。ありましたっけ。みんなレオマ食いつくね結構知ってるんですね、レオマって、ね、うん、今年も出ますよね。出ますよ今年も。きっと出ます、今年も、はい、いや、まだ決まってないですけど決まってないですけど、きっと出るでしょう。きっと出るでしょう。きっと出ます。もうそれもホームページでね、はい、チェックしていただければ、言っていただければ、みんなが声を上げていただければ。あ、そうですね、そうですね。え、もう出るんやろばりのね。あれ、出へんのみたいな。そう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 。え、レオマさんもちろんでしょみたいな。もちろん、そうそう、感じで。逆にレオマワールドに問い合わせてもらう出ますよね。何の話か分からないよ。こちらの電話番号までかけていただければ。いや、大丈夫です、大丈夫です、きっと出ますそんな愉快なリムラムさん、今からライブをではではお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お二人でした。準備お願いします。行きます。ね、
まさか6人ではなく2人という。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、リムラムさん、まもなくライブを見逃しなく、10時からですね、ライブが、ね、野外フェスっていいですよね。もうそう、夏のね時期だから、うん、結構これからフェス行かれる方多いんちゃいますかね。みんな黒くなった黒くなったね。京都大作戦もあったばっかりですし、そうそうそう、これからどんどんライブ続きになっちゃいますね。そう、なんかあれなんですよね、リムラムさん、こちらか。そう、ここにね、ワイプが出るから、ここもね、よちが前から乗り上げてるって。リムラムさんのマイカラーっていう曲が、はい、そう、去年映画公開された、そうです、僕の中の男の子ですね。娘と書いて男の子 の、 あのタイアップ曲らしく、そう、エンディングテーマにね、うん、タイアップされたっていうことで、しかもこれレンタルがもう6月から始まってるので、そうそう、気になる方は是非是非。面白そうな内容ですよ。女装子と呼ばれる女装を楽しむ若い男性たちをテーマにした、異色の青春ドラマ。もうこの時点で面白そうじゃないですか。面白そう。なんかね、引きこもりしてた、若い子がちょっとそっちの方をちょっとネットで見つけてしまって、どんどん引き込まれていくっていう、ちょっと新しい道を見出してしまったっていう。そうそうそう、そこに生きがいを見つけてしまって、家族が、まあ家族からの、まあ関係であったりどうなっていくかっていう。すごい面白そう。なんかモントリオール世界映画祭にも正式出品されるほどの映画なので。そうそうそう、そうでね、このタイアップ曲がマイカラー、今日は歌ってもらえるかちょっとわからないですけど、マイカラーっていう曲がその映画のいいところで流れてね、これは見たいなと。なかなかでね、ライブもいっぱいあるのでぜひぜひ、しかも野外フェス、三重の野外フェスも数年前に出られたこともあるそうで、かなり楽しみですね。ライブが、そう、リムラムさん結構なんかすごいキャッチーな曲が多いなと思って、なんか聞きやすい、親しみのあるポップな感じで楽しんでいただけると思います、で楽器が4つとボーカル2つで、まあ、そう、ツインボーカルっていうのが、ね、6人編成なんですけど、どの楽器もすごい主張してる、うまいこと主張してるなと思って、なんでどの楽器もね、この後注目して聴いてほしいなと思います、大人数の仲がいいという、6人まとめるのって大変ですよ、絶対、ほんま大変ですよね、6人家族をまとめるのですら大変なのに、同年代6人ってもう主張が激しい6人をね、どう、もう大変ですね、じゅんさんがね、ワイプが動いた、真ん中に、じゃあ離れます。これも何の遊び心なんでしょう。今日はね、ちょっとかなり あのミキサーがすっごいいいものを、さっきもちょっと見てたんですけど、映像がすごいよね。そう、いいものを使ってるんで、タニピーが興奮して遊びまくりですもん。ね、こんなんできるみたいな。ローランドさん、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。これね、ワイプ。小村さんが、札幌もありますよね、ライジングさん。ライジングさん。友達陽気行きます。私も行きたいんですけどね。ライジングさんって何ですか？ロックフェスですよ、これめちゃくちゃ有名な。キャンプもできる。キャンプもできる。かなり大規模ですよ。へぇ、札幌。日本最大級の。ライブフェスでもうほとんど私ら映ってる。いや、いいです、いいです、もうリムラさん、リムラムさんね、リムラムさんの方、ああ映さんでいいよ。なんかあれ、これ二重に乗ってる男の子、そう、男の娘と書いて男の子ですよ。す、何しよう、なんか遊べそう、これ、あ、電話、電話、もしもーし、もしもーし、ユニットみたいな、何のユニット、安っ、いらねえよ、安っぽい。ヤナギブソンさんに似てる。そう、ほら、ライジングさん、92組入れる。小村さん、これだけ詳しいということは、言ってるんか、経験者ですか。経験者、私も死ぬまでにね、一回行きたいフェスの一つで、今年はね、あれなんです、スイートラブシャワー、うん、スイートラブシャワー、やめとこ。そうです、スイートラブシャワーと大人間に行きます、会えますということで、もう私のそんな情報はどうでもいいということで、リムラムさんのライブに行きましょう、準備が整ったようなので、では行きましょう、どうぞ。じゃあ、ユーストリーム初ライブ、リムラムやらせてもらいます。よろしくお願いします。じゃあ1曲目聴いてください。シンガー。